レッスン13否得利用意識計算2 Blind Quantum Computation 2ステップ1 Measurement Based Quantum Computation 測定型利用意識計算になるんでしょうこれが、えっと、ヒ一句の利用意識計算の説明する前にはこの Measurement Based のことを説明したいと思いますがまずはこの Circuit Model は皆なさんもご存知だと思いますね角線が一つのキュービットですが とサーケットモデルが,がユニテリー演算には連続でつけるでしょう。そしてこの青い箱は,はと1キュービットゲートあるいは2キュ,ービットキュービットゲートになってるんですが、こっち側にはインプットのレジスターになってそ、そしてこれがアウトプットの様子になるんですね。全部これ計算すると、これが,が U のユニテリー演算になりますが、この読み方としては左側から右へ時間は進むでしょう。 そして、まずはこの1キュービットゲートかけて、そしてこの2キュービットゲートかけて、そして連続でやります。さて、それの特徴なんですが、まずはそのインプットの状態は大体セパラブルになってるんですね。それが、えっと、微しもつれにはなってません。まあ、これが一つのサブルーチンに使う場合には異なってる、えっと違うかもしれませんが。それから、 基本的にユニタリー演算で,で続くな,なんですが、それが22、まあのユニタリー演算にはできるようにな,になります。基本的にメジュメントは最後のところだけには使うんですが、この図には書いてません。そしてそのメジュメントを使って、それが、えっと、ユニテリー、えっと、量子状態から古典のデータに戻す場合には、それがアウトプットデータになります。それがクラ c ック r リー d o ウトと呼びます。ですが、これが ほとんどの実にできる量子計算機が、その一般のユニタリー演算、その二人のユニタリー演算にはできることにはなってないんですが、それが物理的には、えっと、限界があるんですね。あるいは、誤り訂正の上にやると、それももう、えっと、何かの問題になります。というわけで、それが、えっと、一般の ユニテリー演算ではなく、えっと、あるリオシーゲートにはそれが決まっているリオシーゲートを使って、だんだんその一般のユニテリー演算には見なすことができます。例えば、これがユニバーサルゲートセットになりますが、このセットを使ってたら、何でもの一般のユニテリー演算にはできるようになります。 一つの例としては、それが,が Rx, Ry, Rz。これが角ローテーションとしては、シータの,のイー,ゲー、えっと、角度で回転できるようになりますが、その p イもそれがフェーズシフトになって、それから最後には c ノートゲートをつけられること。これが一つのユニバーサルゲートセットになるんですが、 もう一つとしては c t Hadamard Phase Gate T Gate これがこの4つのゲートだけには何でも n ユニタリ n i t ができます。これが c、S、t Hadamard ST のセットだけには何でも見なすことができます。そして別の手法なんですが モルーとメジューメントベースのモデルにはしたいと思います。これが,が、えっと、測定型量子計算になるんですが、これがラウスンドーフとブリーゴルを提案した手法になります。まずは、えっと、サーキットモデルと違いののはあるんですが、それが、がえっと、まずは、シングルキュービットのメジューメントと,としてはそれが,がとコンピューテーションは進みます。その計算が進みます。 そして、インプットの状態としては、それが複数キュービットのエンタングルリソース状態になってるんですが、これが特別の状態は必要になります。ということなんですが、それがグラフステートはいやあの一般のインプットの状態だとしてはになってるんですが、基本的にグラフの,の上には、各 Vertex、各ノードのところにはあの、プラスの状態のキュービットを置いて、 そして、グラフのエッジのところには、全部のところには、それが C ゲートかけることです。例えば、この形になってるんですが、最初にはグラフには、これが5つのノードになって、4つのエッジになってるんですが、それが書くところには、プラスの状態を用意して CZ ゲートかけることにすると、これが一般のグラフステートになります。 グラフステートには、まあ、えっ、ー、と、それのリーソース状態になる、えー、と,と、どっちの規定を測定できることにすることが、その組み合わせがすごく重要なんですが、それができることは決められます。例えば、この様子になってるんですが、これが、まあ、一般の二次元の格子になってるんですね。で、それ、これが特別の名前があって、これがクラスターステートと呼びます。 これの上にはユニバーサルコンピューテーションができるようになります。これが、この状態を作ることは重要になりますし、そして、そのユニバーサルのコンピューテーションの計算できるようには、こういう測定の手法も必要になります。えっと、ピンクのところに書いてあるのは、それがブロック級の赤道のところなんですが、それを使って何でもの 規定で測定でで測きるようそして、Z 熟の,の,の、もうそれが、あのブロック級の,の北極と南極のところの方法には、それも、もうあの、測定できるようにしなければなりません。そして、この格子を作ることと、そのメジャーメントの規定できるなら、何でもの計算ができます。 ですが、それがもしかして、その、パウリ、えーと・ Z ンド・ゼー・メジュメントで測定する,することは、それが難しい,い場合にはあると思いますが、それじゃなくて、その、あの、格子のやつじゃなくて、こういう形になります。これがブリック・ワーク状態だと呼びますが、えーと、格子に似てるんですがあと、あるところにはエッジはつけてません。 そうすると、これがうまく使うことによってできると、あの 2, 2にリオシ計算を行うためには、XY 平面だけで測定できるように,えになれば、その一般のリオシ計算ができるようになります。さて、これが次の,の,のステップには、Blind Quantum Computation のプロトコルに説明しますが、えっと、とりあえず、 このメジメント・ベイス・コンピューテーションももう少し説明したいと思います。これが NBQC でなぜそれができるようになるかを質問になると思いますが、この量子状態としては、量子と測定がデータが処理できるようになります。そしてその処理しながら、 デデーータタがががが伝播しまますすそれがまあ左から右に,にはデータが進みますこれが一つの例なんですが、えっと、一番簡単な例になると思いますが、それが、ステートの,の,のテレポテーションを勉強したんでしょう。例えば、これが、ψ のインプットステートがあって、そしてこれが、プラスの状態、えっと、独立のキューベットで始まりますが、 この2つの間に,には CZ、えっと、ゲート,トをかけて、それから Psi の状態を Hadamard ゲートかけて Z 軸で測定すると、それがアウトプットが M になります。それから、下のキュービットに,に,にはあの状態が変わってしまったんですが、最初のインプットはプラスステージになってたんですが、アウトプットステートは Psi に,に,には結構、えっと、関係になります。 そのアウトプットステートが、si、かける h かける h の m 乗に、x の m 乗になりますが、その x の m 乗はもし、えっと、m は,は0の場合だったら、それが x はかけませんが、m は1の場合になってたら、x はかけられているとの要素になります。状態になります。で、えっと、一般としてはそれが、えっと、図としては書く場合なんですが、 キュービットとキュービットがあって、一つのエッジがありますよね。これが一つのグラフステートと言えます。この ψ の状態はインプット状態になっているんですが、これもプラスの状態になっています。それから間にはそのコントロール z ゲートをかけるようになっています。それからこの Hadamard Z の測定なんですが、それがパウリ x 測定と一緒になっているので、この Psi の状態にはパウリ x 測定します。それからそのアウトプットの状態は、その上の図と同様に、X の M 乗 HPsi の状態になります。そしてそれが、えっと、情報はインプット状態になって、それがアウトプットの状態になっているんですが、そのアウトプットの状態には、 論理ゲートをかけられているでしょうさて、それは一般の様子だったんですが、あの一つの例になっているんですが、もうちょっと汎用の使い方に,にはできるようにしないと、まあ、完全の量子計算にはできるようにはなりません。で例えば、ね、この場合には RZ ゲートをかけたい場合にはあるかもしれませんが、例えば RZ ゲートをかけたい場合にはあるかもしれませんが、例えば RZ シータそれから、先の,の X 状態の測定だったんですが、今回にはその RZ のシータのゲートもかけて、アウトプットの状態にはこういうふうになります。そうすると、これが RZ ゲート、RZ シータゲートをゲートテレポーテーション型でで,、えっと、できたと言,えると,と言えると思います。もう一つのやり方なんですが、この 緑の発光の入っているものには、今のサーキットの形で書いてあるんですが、これが RZ ゲート、H ゲート、測定なんですが、Measurement Based Computation その測定・量子計算の場合には、それが3つのゲートには書けるんじゃなくて、XY 平面で測定することになると言ってたんでしょう。その測定する そのベースがかけたいシータのコサ cos2 下 x plus sin2 下 y の規定で測定することになります。そうすると、そのアウトプット状態がかけたいゲートはかけている状態になります。これがテレポーテーションとローテーションは一緒になっていることになっているんですが、そうすると、その データを処理しながら、えっ、ー、と、伝播しているんでしょう。それで転送していることになってるんですね。そうすると、この XM 乗なんですが、これがメジャーメントバイプロダクトですね。そのバイプロダクトとしては、その結果次第には、どんなゲートは本当にかけたか、変わりますが、そのクラシカルのデータ、古典データをもらってから、 次にはどうするのかを決めなきゃいけないことになってるんですね。それがその X ゲートはかけたかったかかけたくなかったか、行ってたか行わなかったかには変わりますので、次のする操作が変わります。そしてその連続と続いている測定の様子なんですが、そのアングルが適用にしなければな、適用的にはしなければならないんですが、 それが、えーと、データをあの電波にする場合にはそういうふうになってるんですね。そういう、えー、と決まってることがあるので、えー、と相対整理論の限界とかあの光の速度とかには超えない,こういう状態になってるんですね。リオシテレポーテーションと一緒になってます。 さて、そうすると、そのメジュメントベースは,全て,は、まあ、全てではないんですけど、多くの場合にはそれがアダプティブしなければならないんですが、それが適用的には次のメジ m メントを決めることになります。さて、ちょっとあの具体的な例にするなんですが、これがブリックワークステイトになってるんですね。そして、これが普通の サーケットの状態だったら、一つの線、一つの行が、一つのキュービットになっているんですが、この場合にはキュービットがいっぱい載せているんですが、基本的にこのローがずっと左から右へ、これが一つの論理キュービットに使います。そしてこの左側がインプットになっているんですが、右側にはアウトプットになっているんですね。 そして、その、情報が、こっちら側には、には、プロパゲートします。伝播します。さて、これが4つのローになっているので、4つのインプットの,のキューットになっているんですね。それから、これが、えっと、繰り返し、繰り返しになっている部分な,なんですが、これが単位格子になっているんですね。そう、単位格子になっていると,と,と、一つの中には、量子操作を行うことができます。 書くところには一つのシングルキュービットのユニテリー演算は書ける場合もありますし、ロンリー・シーノットゲートはもう書ける場合もあります。それがもうちょっと説明すると、その情報が左から右へ進むことになります。伝播します。さて、その単一格子の説明なんですが、これが単一格子のユニテリー演算としては、 アルファ、ベータ、ガーマーにはそれが測定の角度になるんですね。先の説明した通りには、ブロック級の赤道で、どっちの角度で測定することは決まりますで。アルファ、これがアングル、アルファ、アングルベータ、アルファ、ガーマーで、この0の場合にはそれが角度は0になっているので、それが X 規定で測定します。 そして、下の方には、アルファダッシュ、ベタダッシュ、ガマダッシュになってるんですが、例えば、二つのキュービットはインプットしているんですね。これが、ψ のインプットとファイのインプットがあって、そして、まあ、言ってる通りには、情報が右に進みます。それから、アウトプットが、uψ になってと、と、u ダッシュ、ファイになってるんですね。これ、書く論理キュービットの上には、あの、 ユニテリーシングルキュービットのユニテーリー演算,演算にかけているんですね。CNOT の場合には別特別なとメジャーメントパターンになっているんですが、その測定パターンが、まあ、1、2、3、4、5のと,ところには角度は0になっているんですが、残りの3つのところには4分の π の測定になっているんですね、まあ。あるいはマイナス、まあ、4分の π になっていると、インプットの様子は ファイとパイと、プイとファイがあって、アウトプットが C0、ファイ、ファイ,イになってるんですね。これは、えっと、メジュメンああのちょっと早,早かったかもしれないんですが、これが一般の測定型、量子計算の説明になってたんですが、これを使って、次のステップには、それの一く,く量子計算を説明したいと思います。